にちは、浜田翔子です。こんにちは、クルスうさこです。はい、うさこちゃんと今回はコラボのルックブックになっております。はいはい、まだね、第1弾の方のうさこちゃんとのコラボの方見てない方は、よかったらそちらの方も見てからこちらの方も見ていただけましたらすごく嬉しいです。ちょっとね、ここから私が声を担当させてもらうんですけど、浜田翔子なんですけど、最後の方とかにもうさこちゃんの声とかが入ってますので、よかったら最後までチェックしてみてください。ということで、まずはですね、この第1弾のコラボの方で着てました制服からの下着、お手伝いをしてます。はい、こんな感じで制服から生着替えを始めていけたらなと思っております。もううさこちゃんの脱ぎ方はすごい上手ですね。なんかもうエチーですね。はい、そしてね、うさこちゃんとのこのコラボはニュースになっておりました。しらべえさんがニュースに取り上げてくださってました。ということで、ルーズソックスも脱いで始まりますよ。よかったら最後まで見てください。それではスタート。はい、ということで、いつもの着せ替えオープニングから始まりました。今回ね、ちょっと初めましての方もいらっしゃると思いますので、よかったらうさこちゃんと私のプロフィールとか、ちょっとウィキペディアをチェックしてなんですけど、ちょっと説明できたらなって思っております。ウィキペディアは結構ね、間違ってる時もあるので、ちょっと物回すって感じなんですけど、ちょっとね、軽く説明できたらなと思っております。あとはね、うさこちゃんといえば、もうインスタグラムのフォロワーさんの数がすごいです。2021年の1月現在37万人もいらっしゃいます。すごい。ツイッターもすごいですし、あとアメバブログもされてて、 YouTube もされてます。 YouTube もチャンネル登録数は10万人超えてまして、で、銀の盾も最近届いたそうです。もうね、本当にうさこちゃんはインスタグラムの数がすごい。私はね、2年頑張ってやっと増えたんですけど、今で16万人ぐらいなので、もうね、うさこちゃんに及ばないぐらいなんですけど、たくさん、私もうさこちゃんもたくさん投稿してるので、よかったらインスタグラムの方もチェックしてください。そしてですね、うさこちゃんは DVD を最近2月の7日にイベントがありまして、最近出た1月22日に発売された、うさこ先生は恥ずかしがり屋というタイトルのDVD が出ました。いやもうそれで7本目なので、2年で結構な頻度で DVD をうさこちゃんは今出されてて、もう今ノリノリ、現役ノリノリのグラビアアイドルって感じですね。私はもうね、ちょっとウィキペディアを調べたところ、もう元グラビアアイドルってめちゃくちゃ書かれておりました。残念って感じなんですけど、私もまだまだグラビアはできたらなって思っております。はい、そして続いてはですね、こちらまた同じところで見つけた、インスタグラムで見つけたランジェリーになるんですけど、ホワイトになります。もう天使みたいな感じの衣装になるんですけど、こちらもね、概要欄に貼っときますので、よかったらチェックしてみてください。もううさこちゃんにこういうフリフリの可愛いの着せたかったの。私ね、もうちょっとね、なんかスタイリストみたいなことをしたいぐらい、こういうね、可愛い女の子にこういうの着させるの最高に大好きなのよってぐらい、私もうスタイリストのようなぐらい数を持っているかなって衣装は思いますね。はい、ちょっとね、タイプは違う感じにはなるんですけど、私のは、ちょっと手伝ってくれてます。すごいね、可愛いうさこちゃんが私も手伝ってくれました。私のはセパレート何、2ピースになっているブラとガーターベルトみたいな感じに、ガーターベルトとショーツもつけてみたいな感じのものになっております。どちらもね、ピンクじゃない、白くって何言ってんだ、白くてフリフリでとても可愛いです。はい、いかがでしょうか。やっぱ白は好きですか、皆さん。どういうのが好きですか。はい、ということで、あともう一着を着用しようかなって思っております。はい、うさこちゃんと私のコラボのグラビアポーズいっぱいしております。スクショして、スクショ。は
はい、ということでうさこちゃんの DVD ね7本たくさん出されてるんですけど、ちょっと私の方も軽くちょっと見ていこうと思います。私ねタイトル結構もう忘れてて、多分応援してくださってて DVD たくさん購入してくださってる方の方を覚えてくださってるのかなって思ってるんですけど、勝手にあの結構タイトルがだいたいね、翔子っていう翔の字がついてるの多いですね。すごく嬉しいことに美少女っていうのとかは翔のとかだけあの少年の翔から翔子の翔になってるっていう感じで、美少女とか翔子の恋とか翔子色、翔子色になれとか、なんかいろんなそういう、ね、ショータイムとか、あと君にかけるって、そこかけるも賞になってるっていうね、なんかそういうタイトルが多くて、一応63本ぐらい、62本、ちょっとまた機会があれば出したいですねという感じで、こちらの衣装はですね Twitter で見つけました、ののりっていうお店のものになっております。ちょっと可愛めのコスプレのランジェリーっぽいのが売ってるお店になるかなって思います。はい、ということで今回は私のお家にうさこちゃんが来てくれてコラボ動画を撮ってみました。あ、多分これ踊ってみたの話をしてるのかな、踊ってみたとかも撮れたらいいなって。うさこちゃん結構ね踊ってみたたくさん撮ってて、すごいね可愛いんで、よかったら見てください。今回うさこちゃんとのコラボすごいね楽しくて、ずっとルックブック中もお話ばっかりしてました。初めましての方もこれからもよかったらよろしくお願いします。ということで最後にうさこちゃんからのメッセージもあります。いかがだったでしょうか。はい、今回はうさこちゃんとお送りしました、うん、うさこちゃんはルックブックどうでしたか。ルックブック、うん、実は撮るの初めて。あ、そっか、だと思うので。生着替えとかは。生着替えも実はなくて。え、そうなの。そうなんです、本当に水着の紹介はやったことあるんですけど、はい、なのですごく新鮮で楽しかったです。よかったです。じゃあうさこちゃんからなんかお知らせもあったらお願いします。はい、クルスうさこ YouTube チャンネル、浜翔さんとのコラボ動画上がっています。はい、また、水着が大好きなので水着の、はい、着用動画たくさん載っています。ぜひ見に来てください。見てください。私のもグッドボタンとチャンネル登録、どちらともうさこちゃんと翔子のよろしくお願いします。はい、お願いします。ということでゲストのうさこちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。